こんにちは婚活評論家のタクです、えー、今日はねあの皆さんから、まあ、質問をたくさんいただくんですけどあのま正、あ、きマ,マンがねあのなんか部長だったか部長じゃなかったかみたいなそういうなんかね話を、まあ、結構される人がいるんですけど、まあ、それに対して、まあ、自分のね、えー、っと見解を答えていきたいと思います。まあ、これあくまで試験なので、えー、自分のね意見になります。 で、えーまあ、まさきまんの、まあ、過去の動画、まあ、僕もね、全部見てるわけではないんですけど、あの、以前、ね、あのー、部長だったっていう話は確かにね、あのー、されてたと思います。で、えど,どうだったんだったっけ ?40 ぐらい ?40 前後で部長だったみたいな話を多分されてたと思います。で、えー、おそらく、 国家公務員あたりかなっていうところで、まあそういうなんかような話をたぶん確かされたと思うんですよ。で、あのー、なんか係長、課長代理、課長になって部長になったみたいな話も確かされたと思うんですけど、ええー、まあ正直ね、まあマスキマンを信じてやれよ、みんな。あのさ、確かに40前後とかでさ、 40万円かちょっとわかんないけど、それぐらいの年齢で部長って、あの相当ペース的には早いよ。うん、あのみんながねあの、思う通り、不審に思う通りあり、その年齢で、その昇進のスピードっていうのは、あの普通に早い、うん。で、公務員って基本的に、ま、年功序列なわけで、で あの人がね、たくさんいて、まあ、ポジションが空きが少ない、これがね、まあ、結構今、多いと思います。で、えー、っと、まあ、正輝マんがね、国家公務員か地方公務員か、どっちか分かんないけど、まあ、地方でそのね、速さで、まあ、昇進っていうのはまずないと思うんで、おそらくね、まあ、国家公務員だったんじゃないかなというふうにまあ思います。 うん、これ、推測ですけどね。で、えっ、ー、と、地方でね、なかなか部長になるって大変で、まあ、普通なれないです。で、まあ、なれたとしても、課長代理あたり、まあ、いわゆる地方で言えばね、あのー、なんか、主査とか、副主催みたいな、そういうね、あのー、ポジションだと思います。で、そういう人たち、そこんぐらいまでしかなれないですよね。いわゆる、まあ、課長代理課長ぐらいまで。 しかなれませんあのそれ以上っていうのはあのまずポジションが少ないしあのなかなかなれるとこではない。でなる人って大体ねあの東大とか一橋とかね、まあ、筑波とかね、えー、関東周辺だったらそういうとこを、まあ、それなりに優秀な成績で,で出て仕事も勤勉でしっかり仕事量もやってるような人がなるので。 なかなかね、あの普通の大学出て、うんまあ、なるっていうのはまずないですね。うん、で、まあ、おそらくまあ国家公務員じゃないかなとは思いますね。でも、国家公務員でもそんな部長職がたくさんあるわけじゃないんですよ、ぶっちゃけ言うと。じゃあ、なんなんだろうってなったときに、まあ、おそらくね、自分の推測ですよ、あくまで。うん、推測だけど、まあ、部長職にすぐなれるのは、まあ、警察か、もしくは、 まあ理工系でまあ一部の超専門的なところをやってたのかまあどっちかじゃないかなと思います。ただあの理系の方がねこうポストがまあ少ないわけでなかなかねあのそこの競争についていくっていうのもね普通に考えられないんでおそらくねその部長職一番なりやすいので言えば警察ではないかなというふうに思います。 うん、でまあ行政職で部長だったらねあのおそらくねまさきも超頭いい大学出てるんじゃないかなと思いますね。うん、それなりの,あの本当と、まあ、最低でもつくばぐらいのまあ分かんないですけど名古屋大学とかね、えー、ちょっと地方の方になれば、えー、出てるんじゃないかなとかね思ってしまうのは僕だけかなって ちょっと不思議なんですけどね。まあ、なんか、まさきまあ見てる限りは、なんか、こう、あのね、筋肉質から考えると、多分ね、行政職とかではないと思うんだよ、どう考えても。うん。だから、行政職ではないような気がしますね。なんで、まあ、個人的な感想は、警察か、もしくは、 一部のそういう専門職ですね。理工系の専門職で、まあ、仏長だった可能性はあるとは思います。ということで、えっと、自分の見解を述べさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。